はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。ドラゴンボールゼノバースやっていきましょう。はい、今回は何編になるんでしょうかね。前回セル編だったんで、まあ、順番でいけばブー編になるのかな。まあちょっとわかんないですけど、まあやっていきましょう。で、また髪型が変わりました。はい。いや、どうしてもね、スーパーサイヤ人になって髪が立たないということで、もうデフォルトの状態で立たせとこうぜという感じにしました。もうしょうがないね、こればっかりはね。やっていきましょう。やまた起きましたよ、歴史の改変が。なんだと？今から巻物を見るところです。あなたもいかがですか？そういう感じで見せてくんだ。はい。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは、西の都の南方900メートルにあるブリッジタウンです。これは俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。何ですって？あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえあまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません、お願いします。冷酷、未来の人造人間たち。成功条件、敵をすべて倒す。失敗条件、自分の体力がゼロになる。トランクスの体力がゼロになる。人造人間編なんだ。セルノが先に来るんだね。いや、まあそれはそれで、なんかその歴史の改変とかそういうことがやっぱ関わってるからさ、それはそれで面白いけど、いやけどなんかちょっと安心した。人造人間編があるのは嬉しいよね。やっていきましょう。未来のトランクスかっこいいね。頑張りますよ。あなたは。へえ、トランクス以外にもまだ私たちに向かってくるやつがいたんだね。お前も俺たちのおもちゃにしてやる。そうはいくか。ゴハンさんの仇俺が取る。ガキが懲りないよ。お前たち気に入らないんだよ。ちょっと邪魔くせえなこの野郎。とりあえず18号はトランクスに任せよう。17号俺がやる。任しとけ。これ入るんだね、このコンボね。知らなかったわ。コンボっていうか、オッケー、倒したぞ。あと1匹。回避技使うね。
まずい。オッケー。まあとりあえず、まあ難しいことはなかったですね。九大戦といったところか。次。なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てないですが、生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな。あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。残念だけど、歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころかどんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだな。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうか、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは。セル登場、トランクスを救え。成功条件、セルを倒す、失敗条件、自分の体力がゼロになる、トランクスの体力がゼロになる。いやー、なんかもうあまりにも歴史が変わりすぎててね。まあすごい展開だよね。未来トランクス、未来ご飯とかいないのかな。未来ご飯とかすごい好きなんだけどな。まあ倒しましょう、頑張りましょう。強そう。なぜ完全体に。決まっているだろう。17号と18号を吸収したのだ。17号と18号。まさかそんな。それにしてもなぜ俺の名前を知ってるんだ。そうだ、お前過去に言ったんだろ。妙に事情に詳しい。このお仲間は過去から違ってきてるのか。何にしても邪魔をするなら生かしてはおかん。お前が存在する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。おずり、完全に消え去ってしまえ。いや
厄介だな。素直にやられてくれればいいのに。よし、スーパーアーマーかな。厄介だよね。暇つぶしに。ランク D 初めて取った、こんなの。ランク D は取ったことないね。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ。あなたは時の流れを超えて、俺を助けてくれました。一体、何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう、お！消えた？なんだか不思議な気分ですね。でもこれでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしても、あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだか禍々しい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか。心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもう、この世界に出てこれないはずだから。はい、という感じで、ちょっと人造人間編は短かったですね。うん。ということで、今回はここで終わろうかなと思います。今回はおそらく一本でしょう、動画は。うん。という感じで終わりたいと思います。そんじゃあります。バイバイ。